これ終わったらほんまに女の子入れて5人にしようかな。ちょっとまあ一回ちゃんとフットサル。お、入ったね。おめでとうございます。本年も何卒何卒。ディレクター、え、ディレクターですよ。カット。これ監督やん。おー、ナイカット。あれ、こんにちは。おめでとうございます。今年もよろしくお願いします。女の子が増えてきた。おー、落ち着いてるね。オッケー、ナイカット、ナイカット。オッケーオッケー、サンキューサンキュー。いいよ、ナイディ。わあ、あしっこいってね。ああ、久しぶり。あれ、マルサどうなってん？マルサのチーム入った。メッシーになった。カブ組織、カブ組織。メッシーって書いてるけど、カブ組織の割にはカブ組織で憧れすぎてる上。あ、久保ちゃんっておるで。久保っていう男の子いたやろ。めっちゃうまかったな、あの子。動画見たけど。いや、いけるわな、あんなうまかったら。バルサのカンテラの中でもうまい方らしいです。ああ、そうなんや。何点王とからしい。ああ、なんかみ、だって動画見たけどさ、もうなんかボールもらう前のあのこの視野の広さももう確保してるもんな。やっぱ見てるし、トラップしてからまた見てるし。ね、ダブルタッチとか基本のドリブルも13歳以下で入るのってかなり珍しいらしい。あ、だってもうトッププロでもこうやっぱやるのが難しいとされてることをしてるって言ってるんだろうな。どうしてもボールだけ見てしまうのに、そのもらう前に周りを見れるっていうのは素晴らしい。結構いいところに行くやろな、あのままいったな。まあバルサの下部にいて結構違うチームに行ける人も結構いるやんか。割と活躍できるしな、やっぱバルサでやってると。まあバルサ行ってほしいけどな。ちょうどこうメッシーがやっぱ引退してくる時期やんか、ちょっと良さそうなタイミングやな。ナイスシュー、ナイスシュー。めっちゃ太ってるやん。はい、なんかもうその太ももが太ももがっていうかもうもう終わりやな。終わりやで。もうなんかお化けやん。これ。モモウォーマン。大丈夫かそれ、ほんまにそんなんで。俺ほんまファールカップほんまに買おう思てんねん。あ、俺そのうち使い物なんだよな、これ。OK、 始まります。怪我してる俺と同じぐらいの宿泊者でいい。おい、しんちゃん、今の1点、今の1点やで。肩で入れろ、肩で。胸か肩で。
っぱりじゃないですか。いやまあこんがり肉食え、こんがり肉バテすぎるシャミラないぞだからないわ前に、オッケー、あー惜しい、いや、よかったよ動き、何の団体よ、いやー狙いは良かったけど左足やった、大地くん、何や、フェイントやん、全員騙されたで、ほんまやな、いいよ、もう一人縦にフォロー行ったろ、一番さ縦に抜けよ、オッケー、今佐々くんのよかった、キバキバキバ、前だろ前だろ、おー前を、お願いします、